めっちゃいい天気ちょっと風が強いけどね。来る時この前にドーンと陸にはやに通行止めだったんだけど、行けるようになったんでどんな感じになってるのか見ていきます。はあ、ここか、はあ、ここが土砂崩れになったところの現場みたいです。ああ、復旧してます。おお。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。アラヒフですけど、この記録更新できるようにガチで走っていきます。今は5月の22、23行われる彩の国100マイル162キロを走るウルトラトレイルレース、これに向けて、練習をしています。かなり厳しいレースで、しっかり準備を整えないと完走も危ういので、今日はね、これから箱根の外輪山を50キロくらいかな、ぐるっと走ってこようと思います。これから箱根湯本の駅に向かうんですけど、で今日のルートは湯本の駅を出たら用心ヶ岳行って、で金時、1200m 超えるかな、そこ行って、長尾峠、海尻峠で、三国山の方に行けようと思います。で、ね、三国山に行くルートってずっとあの土砂崩れで通行止めだったんですよ。それがつい最近通れるようになったので、芦ノ湖の湖畔に降りないでそのまま尾根を伝って三国山の方に向かっていこうと思います。で芦ノ湖にぐるっと行って、箱根ミュージアム、この箱根駅伝のミュージアムがあるところまで行って、でそこからは旧街道を伝ってまた箱根湯本の駅に戻ってこようと思います。うん、やっぱり50キロぐらいかな。で累積は2500行くか行かないかだと思いますが、これから行ってきます。昨日はね、雨が降っているんで、天気も今日はかなりクリア、遠くまで見えると思います、景色も。それを楽しみにね、今日はこれから行ってきます。それでは箱根湯本の駅に向かいます。ガチオのランチャンネル。明星ヶ岳90分めっちゃいい天気ちょっと風が強いけどね、うん、でもいいよ今日は。924、ね、うん、そこそこ登ったね。おいいね、富士山ドーン。もう金時出てきたね。金時だね。あそこ。金時目の前にドーンと出てきた。
ジムやってない気がする。あ、本当。うん。17キロで獲得標高が1800です。あ、足の子が見えたね。いいね。ふう。小尻峠、海尻峠っていうのが正しいのですだって。どっちなんだろうね、小尻か海尻。これからね、陸に山に行きます。陸に山は山に通行止めだったんだけど、行けるようになったんで、どんな感じになってるのか見てきます。ここまで5時間40分です。で、距離がね、26キロ。で、獲得標高が2300です。よし、じゃあ陸に山行ってみます。山で三国山に行けない場合は、芦ノ湖の湖畔まで降りて、そこをこう走るルートだったんだけど、それはそれでね、まあ下手だから楽ではあるんだけど、ちょっとね、別にこう起伏が多少あるけど、あんまり面白くはない。なので、この三国のルートが復活したことはすごく嬉しい。箱根の外輪を走るんだったらここじゃないと、やっぱりね。三国山といえば志田だっけ。ああ。よいしょ。100と飛んで8m。 これがなんか、そうだね、シダが三国っぽいね。山伏まであと 2.8。 ここに売店があるよね。はあ、ここか。はあ、ここが土砂崩れになったところの現場みたいです。今は復旧してます。どんな風に直したか。あの辺がそうだね。結構大きい土砂崩れだったんだね。そうだろう。これはすげえ。確かにこれがいけないな。おお。
ここはダーッと これいい登りだね。安全なとこまで。下に行かないと安全じゃないのかね。あのさっきのとこ岩がなんかあったよね。あ、渡せないんじゃない？やっぱり。ここもなんか土砂崩れっぽい現場だ。ヤーブシ峠の茶屋着きました。マジか、焼きおにぎりとかも最高だな。これをそうそうしてるの。待ってくださいって言われてさ、練習あげて。もうここでもうセーブイレブン、こっから屏風山行って旧街道まで。ちょっとショートカット、この地図上だとショートカットなんだけど、ちょっと見せたいぐらいのいい感じのあの竹。うん。道の駅、箱根峠。7時間40分、距離が34キロ、獲得標高が、累積が2800ですね。あ、こんなのあったの知らなかった。これ裏側はどうなってるかというと、地図が、この辺りの、あ、違うか。ちゃんと大手町じゃないんだよね。ずっとで、この辺がちょっと大きく拡大されて書いてあるんだよね。で、今はどこ？ここか。今日はこの後はもう旧街道を走って岩戸の駅まで帰ります。あ、また来ちゃう。はい、走ってきました。時間が9時間20分で、距離が48キロ、累積の獲得標高が、2900ですね。あの西野君に100マイルに向けて長い時間動く練習が積み上がってる感じがします。これが結果に出ればいいけどね。はい、そう信じて、あと1ヶ月半ないのか、ちょっとまた練習、もうちょっとかな、あと1週間、2週間ぐらいは、あの長い距離走る練習をしようというふうに思ってます。はい。今日は箱根の外輪山ぐるっと回ってきて、今日は三国山、あそこが崖、土砂崩れでずっと取れなかったところが取れるようになったんで、非常にあの、本来のぐるり、できました。ぜひね、箱根来れる方は、おすすめします。行ってみてください。あの今まではね、芦ノ湖の湖畔を走ってたんで、ちょっとなんか、外輪山っていうと、っていうふうに思ったんだけど、まあ本当に本来のぐるりができるんで、楽しいとこです。回る、なんだろう、回転の仕方は、今日僕が行った、あの、反時計回り、あれがおすすめです。帰り、足がもう、終わっても、残り10キロちょっと、降りてくればいいので、これが反対に時計回りだと、ちょっときついと思います。なので、最初というかおすすめは反時計回りかな。はい、こんな感じで今日はコース案内ですか、その他のランニング系の動画をどんどんと上げていきます。グッズ紹介とかレースレポートとか練習内容のご報告とか、いろいろとこう織り交ぜながら走るモチベーションが上がる内容を目指していきますので、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いします。
そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。じゃあこれからお風呂に行って疲れた体を癒していきます。でコーラーももう一本飲もうかな。今日は累計、3本かで、あと今日はねジェルを3つと固形物結構取ったな。まんじゅうとあとパイとそれからバーか。うん、水はね意外に取らなかった。1.5 リッターぐらいで済みました。